カデシュの戦いは、紀元前1274年頃に、シリアのオロンティス川一帯で起きた、古代エジプトとヒッタイとの戦いである。史上初の公式な軍事記録に残された戦争であり、成分化された平和条約が取り交わされた、史上初となる戦いであるとも言われている。カデシュの一ヒッタイとの最盛期の領土とエジプトとの、国境付近にエジプトのラムセス2世は、 地勢4年目に、シリア地方北部に侵攻し、ヒッタイトの属国アムルを参加に収めた。ヒッタイトのムワタリ世はすぐに、アムル奪還を目指し、同盟諸国から軍隊を集めて同地に向かった。新軍途上で二人のヒッタイトのスパイを捕らえた、ラムセス二世は、ヒッタイト軍がアれっぽにいるとの情報をつかみ、防備の薄いうちに、カデシを陥落させようと新軍を早めた。 エジプト軍は、それぞれ神の名を冠したプタハ、セト、アメン、ラーの4軍団に分けられていた。ラムセス2世率いるアメン軍団がカデシュに到着した時、強行軍によって、後続の個々の軍団の距離が離れてしまっていた。再び二人のヒッタイト人を捉えた、ラムセス2世は、先の情報が嘘であること、そしてヒッタイト軍が、カデシュの丘の背後に潜んでいることを知ったが、 時すでに遅く、ヒッタイトの戦車隊2500両が、後続のラー軍団に攻撃を仕掛けて壊滅させ、その勢いでアメン軍団にも襲いかかった。エジプト軍の敗戦必死であったが、アムルからの援軍が突如現れ、ヒッタイトを撃退した。エジプト軍は再結集し、戦車隊を破ったが、逃れた。戦車隊は、オロンテス川を渡って、自軍の不評部隊と合流した。 戦闘が膠着状態に入り、うわたりは停戦を申し入れた。ラムセス2世はこれを受諾し、両軍とも兵を退くこととなった。ラムセス2世が負けることはなかったものの、多くの死傷者を出し、領土も獲得できなかった。また、アムルは後に再びヒッタイトンの続国となった。粘土版号のハット社から出土した。粘土版は1970年からそのレプリカが、 世界最古の和平協定として平和を理念とする国際連合本部ビルに飾られており2001年にユネスコ記憶遺産に登録されている。ありがとうございます。